丸尾共同は日本の医師。丸尾家の歴代当主は、明駅と号していたため、二代目、丸尾明駅、または新字体で二代目、丸尾明駅と呼ばれることもある。城東病院院長、また名館眼科院院長などを歴任した。東東海国出身の眼科医である。僧侶の円成から漢方医学を学ぶとともに、宣教師のジェームス・カーティス・ヘボンから、西洋医学を学んだ後、日本で初めて近代的な眼科病院を開設したことで知られている。丸尾の下には眼科医を目指す多くの若人が集まり、静岡県立大学の母体となる静岡女子薬学校を創設した岩崎正吉や、日本で初めての女性眼科医として知られる宇田麻をはじめ、日本の医療界を支える数多くの俊英を育てた。1840年、東東海国の城東郡地新田村にて生まれた。丸尾家は医業を家業としており、父である丸尾良益は腕のいい眼科医として名声が高かった。共同は良益の次男として生まれたが、若くして兄が亡くなったため、兄に代わって師子となった。12歳の頃から漢籍を学ぶ。その後、父と同じく眼科医を志し、尾張国の海東郡馬島村に赴き、天台宗の寺院である明眼院の門を叩いた。明眼院は日本最古の眼科医療施設としても知られており、各地から患者が集まってきていた。この明眼院にて、院主の円成からおよそ10年間にわたり、漢方医学を学び、漢方に基づいた眼科の治療法を身につけた。共同が監修した眼球の構造図共同が監修した正視眼と近視眼の図1865年、故郷である城東郡の池新田村に戻り、診療所を開業した。その後、漢方医術だけでなく、西洋医術も習得したいと考え、武蔵国の橘樹郡に赴きジェームス・カーティス・ヘボンに弟子入りする。ヘボンは、ヘボン式ローマ字でも知られている、宣教師だが、医師でもあったため、当時は、橘樹郡にて、神奈川施療所を開業していた。ヘボンの手ほどきにより西洋医学を学んだ。1882年には内科医の早川守淳を招聘し、池新田村に城東病院を開院した。内科は早川に任せるとともに、自らは眼科を担当した。この城東病院は日本で初めての近代的な眼科病院として知られている。漢方医術のみならず最新の西洋医術も取り入れた巧みな診察は評判を呼び、同年には同じく静岡県城東郡の横須賀町にて城東病院の分院を設置するに至った。さらに静岡県においては灰原郡川崎町、静岡市、有度郡清水町に眼科出張所を開設した。眼科医として知られるようになったことから眼科医を目指す若人らも集まるようになった。一例として、足が不自由で学校に通えなかったにもかかわらず、どうしても眼科医になりたいと希望する岩崎寺敷吉の入門を許している。1888年、丸尾家の当主が医師として代々名乗ってきた良益という号を自身の娘婿であり、養子師としていた丸尾令作に譲った。また、城東病院をまた名館眼科医院に改組した。当主の座を譲って、以降も意気盛んであり、静岡県の主要な町に次々と分院や出張所を設置した。また名館眼科医院の規模が大きくなってきたことから、多くの人材が必要となり、上京するたびに優秀な眼科医のスカウトに励んだ。日本で初めての女性眼科医として知られる宇田麻も共同のスカウトに応じて、また名館眼科医院に勤務した眼科医の一人である。1906年、自身の長男である丸尾進が帰郷したため、静岡出張所本院として進に任せるとともに、自身はその後も診療に当たった。およそ30年間で8万名から9万名ほどの患者を治療し、医療費の払えない困窮者1000名以上に対しても施薬を行ったという。また名館丸尾家の当主は良益という号を名乗っていたため、書籍でもその名義を用いていた。三鴨幸太郎が上梓した学童の禁止に関する専門書においては、内容の監修を行っている。なお、ミカムは、眼科医であり、また名館眼科医院の沼津分院にて分院長を務めていた。日本博覧図、静岡県に掲載されたまた名館眼科医院の前景また名館丸尾家は医師を多数輩出した家柄である。もともと丸尾家は、遠江国上東郡池新田村で農業を営んでいたが、当主たる丸尾兵三郎の長男は農業に関心がなかったため、自身の弟に家督を譲って、家業を任せると、自らは医業に携わるようになった。この平三郎の長男が、以下としての丸尾家の初代となる。その平三郎の長男には、嫡子がなかったため、静岡浅間神社の神官の三男と自身の姪とを結婚させた上で、養子氏とした。こうして二代目となった丸尾良益は、名医として知られるようになり、横須賀藩の藩主から、また名館との屋号を与えられた。なお、良益は、領益と号するようになったため、後に、また名館丸尾家の当主は代々、良益と号するようになった。この、良益の次男が、丸尾共同である。なお、共同の長男である、丸尾進も医学者となり、東京女医学校教授などを歴任しているが、また名館丸尾家の家督は、共同の娘婿である、丸尾礼作が継いでいる。その他、帝京大学名誉教授となった、眼科医の丸尾敏夫など、系類から多くの医師を輩出している。日本博覧図、静岡県に掲載された丸尾邸の全景共同が監修した学校禁止団。ありがとうございます。